はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日の曜日は月曜日。月曜日。月曜日だね、うん。はい。ということで、安藤君とラジオなんですけど、はい、今日は魔法信じる会プラス日本の政治の話をして、うん。うん。なるほど。はい。それでね、まあ、とにかくね、内容はね、ちょっとね、なりのこだわりと考え方があって偏見もあります。はい。だから、政治的な話が嫌な人は聞かないがいいかもしれない。うん、マジックの方もマシャを全然日本のマシャを褒めたたいてないから、うんうん、ね、その話もしたい。うん、マジックキャッスルも大変だし、日本も大変。マシャが廃業してます。うんうん、その中で頑張ってるところもあれば、俺は頑張り足りないなっていう考え方もあるので、うん、皆さんに話したい。前も話したことなんだけどね、はい、まあ、とにかく、今ちょっと我々大変なんで、そうね、何が大変って、まあね、うん、そうだな、要するにクレジットカード問題、うん、俺のままだ滞ったものだし、うん、お金が入って生産しちゃおうと思ってるんだけど、生産っていうのは、うん、わけのわかんない引き落としがあったりとかね、うん、そういうのがあって困ってますので、はい、あどこもね、そうなんですよ、はい、さあ、じゃあそれでいきましょう、はい、魔法を信じる会。はい、じゃあまず魔法の方から少しさせてもらうと、はい、話をね、僕ね、いつも思うんだ、ネットを見てて、うん、僕の大好きなね、うん、大の中でクワトロ君のところでも文句が言いたい、文句じゃないよね、楽しいですよと、笑えますよ、面白いですよ、マジックじゃありません、うん、これやっても、マイナスだと思う、うんうん、いろんなマジシャンのね、ファンの人と聞いてても、うん、笑えるとこそうだよ、特別なものじゃない限り、興味がないの、うん、だから、笑うためだったら違うとこ行くってことを分かってほしいんだな、うんうん、ね、だからコメディーマーシャン俺否定してるじゃん、すごくね、ある意味じゃ、そうね、アメリカでは否定されてんの、うん、ね、コメディーマーシャンっていうのはどういうことって言ったら、スタンダップコメディの実力がない人がマジックを使ってるっていうことだね、うんうん、マジックで実力がない人が笑わせているっていうふうに思われる、うん、これ本当なんだ、ね、うん、だけど例えばさ、日本から出たことない、アメリカ行ったことない、はい、日本のマーシャンたちはそんなことないとか言うかもしれないけど、うん、行けば分かります、うん、ね、デビッド・カバーフィールドは楽しいし笑わせてくれるけど、うん、その笑ってるものの後ろ側にものすごい実力があって、うん、世界中のマジシャンは笑いよりも不思議とか凄さを見て、うん、ね、不思議は本当に不思議じゃなきゃいけないの、うん、サムチップ使った時点で不思議じゃない、うん、ね、まあまあ、とにかくギミック使った時点で不思議じゃないのを、うん、マジシャンたち、プロのマジシャンたちが推測しても分からないことをやるから、うんうん、世界に一流が生まれるわけで、うん、ね、俺が認められたのもそこなんだよ、うん、誰も分かんない、でそういうことを目指さないとダメってことをまず一つ頭に絶対入れてください、はい、ね、その上でね、だから僕はクインビーが大好きなんだけど、うん、クインビーのポップっていうかな、フェイスブックの書き方とかやり方を少し変えた方がいいなっていつも思ってるんですよ、うん、もっとね、今日はこのマジックを見せますとか、はいはい、今日はこのテーマですごいのを見せますと、うん、だから他に誰もできないことをやればいいだけだから、そんな俺に相談すればいいだけだよ、うん、いくらでもあるからね、だから他に誰もできないからシュートが人気になったでしょ、うん、でもさ、シュートが人気になった時なんてのは最初の頃さ、マッスルパッツ飛ばして何になるのとかさ、うん、よく言われたじゃん、あんなのとマニアックでそんなの受けないと、マニアックだけど、マニアックじゃないと受けないんだよ、うん、やっぱりね、うん、一般の人はマニアックが好きなの、はい、ね、だけどそういう意味で東田さん、一般の人たちはね、こんな簡単なものがいいんだよみたいに言ってるバカです、バカマジシャン、うん、ね、バカババについてバカマジシャンなんだってこれではね、日本のマジックダメになります、うんうん、どうして世界中が俺を呼んでね、俺のレクチャーを受けてリングだけじゃないメンタルを学ぼうとしてるか、うん、フォースはクラシックコース以上のものしか興味がないか、うんうん、クラシックコース以上のものしか興味がないんだよみんな、うん、そういうこともね、踏まえてほしいなっていつも思いますね、うんうん、だから例えばメンタルっていうものは、うん、メンタルマジックをやる人とかそういうのがいたら、ええ、分かってしまったらもうダメなの、価値がないの、まあね、うん、悪く言えばゼロ以下、うん、で一般の人たちはマジシャンより頭がいいから、うん、そういうこと分かってんだよね、うん、どうやってやってるとかね、うん、そこら辺をね、ちゃんとね、言えないようなマジシャンなんかね、やっぱりダメだなと思いましたね、うん、僕はね、うんうん、そう、これはね、このまま移動するんだけど、政治にも移動できると思うんだよな、はいはい、政治家がバカなことを言ったりとか、政治家がね、まともなことを言うことが判断できない日本人が多いでしょ、そうね、だからそれができてないようじゃ日本はダメなんだよ、うん、アメリカは大統領選挙の嘘ってことをさ見極めて、うん、トランプさんがね、うん、やったね、緊急放送やりましたね、うん、そういうのも俺も聞いたんだけど、うん、やるでしょ、うん、だけど日本はなんかマスコミとか野党にものすごくさ、忖度しちゃって、うん、まともな政治ができてない、そうね、ね、で例えばさ社民党ってあるじゃん、あるある、あれなんであるの、もうそうほとんど人がいないのにさ、今一人でしょ確か、国会議員がね、ああ国会議員のね、そうだから市議とかそういうのは結構いるからね、沖縄とかね、だけど基本的に沖縄の市議も随分離れちゃって、うん、結局じゃ何の必要があるの社民党のって、うん、まず考えてよ、立民とかね、うん、人数もいるから、うん、自民党の例えば抑止勢力になるとかさよく言うじゃん、ね、維新の会はそれなりにあります、はい、俺は令和も分かんないんだけど、なんとかね、共産党はしょうがないな、反日の国家が作ったあれだからね、うん、
何なの社民党って俺本当に言いたい、くしもんにしろ、うん、何もやってないとか悪いことしかしてないことは、うん、歴史上分かってるでしょ、うん、それなのにああいうのを率先してるってこと自体が日本人おかしい、うんうん、昨日母方の死んだばあさんが社民党大好きだったんです、社会党だよね、はいはい、だけど興味ないよ、反日 の、 あの、うん、やっぱりさ政党だから、うん、そこを考えてほしいんだ、いろんなことね、政治家もそう、うん、ね、例えば仕事をやってて立派な人ってのは、成功した人ってのはお金儲けが上手い人でしょ、はい、だから麻生さんが献金なんでお金もあって何が悪い、うん、田中角栄昔よく言われたよ、うんね、逮捕された時にはね、うん、日本のためにね、あのアメリカからお金もらって日本のために使って何が悪い、うん、その通りだと思うよ、うん、別に私利私欲でもいいと思うよ、うん、だからとにかくそういうことを考えた時に社民党の役目って何なのってことをね、みんなに聞きたい、うん、まあ、立民も全部そうなんだけどね、うん、だから僕らが考えなきゃいけないのは自民党の議員の内部の質を良くするってことが大事だと思う、そうね、うん、そういうこともね考えてほしいなと思う、うん、だからマジックだって何だってみんなそうなんだよ、うん、オリンピックやるやらないもそうなの、うん、どういうオリンピックをやるからいいオリンピックやってほしいわけね、うん、政治に利用されるのは当たり前です、うんね、国際政治だって利用します、うん、悪いことじゃない、ね、例えばキューベルタンが言ったらオリンピック憲章とかのはもう古い、うん、関係ない、なんじゃない、俺たちは世界記録すごい記録みたい、参加することに意味があるんじゃない、うん、開催して金メダル取ることに意味があるってことを、うん、考えましょうよ、うん、ね、スポーツは参加することに意味があるなんて言ったらさ、スポーツは衰退するよ、うんね、ボルトがジャマイカって国をね、ちっちゃな国を一つさ世界に名だたしたのは、うん、100メートルのさ、うん、凄まじい記録を出したでしょ、うんね、だからそういうことを考えたときにやっぱりオリンピックの考え方もマジックの考え方も政治の考え方も結論は一緒、そう、ねね、世界が協力してどうのこうのなんて言ってね、あの宇宙開発もできないし、うんね、宇宙軍もできないし、そう、ね、うん、だから今アメリカと、うん、日本は、ね、トランプさんである限りはいい関係だから、ね、うん、韓国とはもう付き合わなくていいわけでしょ、そう、ね、中国もね、うん、中国はアメリカに任せしかいい、うんうん、それでアメリカが言う通りに日本は動きゃいい、うん、主権もクソもないんだよね、アメリカが戦勝国でアメリカがやっぱ戦後 の、 あ、 のあらゆるものを作ったんだから、うん、日本はそれに乗っかってるんで、うん、それをね認めてやればいいじゃん、うん、やっぱり、ね、そこ考えてほしいなと僕は思いました、ね、はい、まあね、ここでねマジックと両方政治を合わせるというのもおかしいかもしれないけど、はい、だから僕ね友達で、ね、うん、あのが政治に参加してって言うんでね、マジさんが、うん、あの令和から選挙に出ると京都で、はいはい、僕は令和じゃなかったら応援するんだけど、千恵子さんで令和であるために落ちるための努力をします、うんうん、やっぱりさ令和新選組って何かって考えて、山本太郎とかさ、うん、あのお笑いの村本とか、はいはい、竹島あげなさいって言ってんだよ、ああどういうことも言うだけど、まあ、ありえないね、ありえないね、尖閣も何もクソもないよね、うん、だからこれも分かってほしいんだけど、うん、あの北方領土と竹島と尖閣諸島は意味合いが全然違うってことを分かってほしいんだな、うん、それも考えて政治的に何も得なように動いてください。安倍さんが失敗したことは尖閣諸島を4島返還を言い過ぎて2島返還できなかったこと、うん、2島でいいんだよ、島の領土じゃないんだよ、うんね、要するに海域がどのぐらい押されるかとかね、うん、主権、あとロシアと平和条約を結ぶチャンスがあった、あの当時は、はい、今はやっぱりさアメリカの基地をさ他なくせとかいろいろうるさいから、そうね、ね、それはなかなかできないんだよ、うんうん、やっぱりいろいろ考えてね、うん、だからマジさんに最後戻りますけど、はい、マジさんたちがどういう努力をするかってことでやっぱりオリジナルじゃないんだよ、自分なりの新しいね、うん、感覚のマジックをやらない限りは無理です、うん、はっきり言ってね、だから僕らはエジプト行って、はい、オリジナルというわけじゃなくて新しいというかね、うん、世界一古いマジックを復活させて、うん、新しくリリースするってことをするわけでしょ、うん、はい、これもねお金を受け付けるからあの名乗り上げて、はい、まずマジックだけだったらスマと DVD とパピルス、うんね、砂の入ったねあの香水の瓶ね、はい、これで、1万円でいいです、はい、安いよこれすごく、うん、あの自分でねあのアマゾンじゃないなんだかな楽天かなんか買ってみな、はい、とかあとカルテーシュ付き銀が2万円、うん、はい、金のカルテーシュこれ全部カルテーシュ名前入りね、うん、あなたの名前とプラス、その当時の世界の王様とか女王の名前が彫ったやつ、はい、銀が1万円、うんね、でこれ全部こう2万円ね、うん、それで、金はね3万円これも安いです、はい、ね、友人が12万で買ったっていうのもすげえな、ね、楽天でねよく買うの俺も言ってれば、うん、言っちゃえって言うよな、ね、これ本当ね、うん、まあそんな形でねいろいろ話しましたけどマジックも政治もあらゆるものね、はい、本当はコロナも全部言いたいんだけど全部同じです、うん、バカな情報とかバカな考え方にね全部で右往左往されないでください、うん、そうね、まあとにもかくにもまだまだこれからラジオやります、はい、今はこの宿泊危機を乗り切るということで、はい、石塚さん連絡ちょうだい、お願いします。じゃあね、ということで安藤君、はい、頑張ってこれから行ってきてね。そうですね、はい、それでは、はい、さようなら、どうも。